はい、こんにちは。歌コン大好き、江戸です。NHK の歌コンで、上白石萌え、氷川きよし、南野陽子さんらが出演して、生放送でね、まあ、素敵な歌を歌ってくれたんですけれども、中でも一番楽しみだったのが、ジェジュンの六等星ですね。本当に素晴らしくて、これはみんな絶賛だろうと思って、SNS を見ていたら、まあ、こんなね、ちょっと書き込みがあったんですよね。ジェジュンオワコンみたいな、こういうアンチの書き込みは相手にしてはね、いけないなって思いましたね。僕は、まあ、これからも個人的にジェジュン応援していきたいな、って思いましたね。あ、でした。今日が4月27日水曜日、 Google アルファベットが3年ぶりの減益、 EPS売上高ともに予想には満たず、純利益が前年同期比 8% 減の164億3600万ドル、約2兆900億円。マイクロソフトはアルファベットよりも好調が続いてますね。今日が26日、火曜日。勝てないですね。結構負けがるし、連敗が続いてます。為替と仮想通貨ビットコインは噛み合うが、株が結構悪い負け方で足を引っ張ってますね。ちょっと手を引いてやり方見直す時期かもしれないですね。今日が4月の25日月曜日、世界同時株安再びと。前回動画に挙げた通り、米株はバブル状態から崩れて大幅安なのですが、違和感をね、感じたらポジションを落とすのが重要だと再認識しましたね。日本はゴールデンウィーク近づいてますし、その最中に FOMC 重要な会合がありますから、しばらくは買えず売りが優位な正常な展開に戻ると予想しております。中国上海総合指数が現在 4% 安となっております。香港ハンセンも弱いですね。今日が4月の22日金曜日、なんといってもね、米株 NFLX ネットフリックスが、サブスク有料会員の鈍化で、グロース株が売られる展開、サブスク有料会員の減少で株価がピークの3分の1、成長率の鈍化でグロース株が売られる展開、米国債10年利回りが 2.943%、ドル円は128円台半ば、来週以降は財務省の焦りと日銀の為替介入が手間になってくるでしょうね。4月の21日木曜日、ゴールド、原油、オイル、長期金利、金利で、為替ドル円、為替、ドル円、ユーロポンド、でビットコイン、仮想通貨、ビットコインの相関関係が少し前までは説明が長くついていたのですが、今はロジックからやや外れた教科書外の値動きをしているので、ポジションを極力落としております。金融市場、少しきな臭い、怪しい展開かなと個人的に思っております。米株がね、3万5000ドルでバブリーな値動きしてますから警戒はしたいです。今日が4月20日水曜日、ドル円のオーバーシュートが話題です。 YouTube の給料はドル建てですからね、円安の方が YouTuber にとっては有利でしょう。黒田日銀総裁が国債の指し値買いオペレーションを本日も行っております。
これより日本の金利は低いまま、一方で米国は金利が上昇中であります。黒田日銀総裁が国債の差し値いオペレーション本日も行っております。これにより日本の金利は低いまま、一方で米国の金利は上昇中であります。今日が4月19日火曜日、吉野家今年一番の下げであります。ドル円がね、止まんないですね。黒田日銀八方塞がりの手詰まり状況を海外は見透かしています。で、次のターゲットがこっちですね、135円、次ここ135円で、そしてさらに147円、もうほとんど真空地帯で加速度増しそうですね。円安ドル高止まりそうにも、ありません。今日が4月の18日月曜日、アメリカがグッドフライデーで先週末は3連休、イギリス、フランス、ドイツなどヨーロッパではイースターマンデーでお休みです。したがってですね、週明け日本株は売りからスタート、決算が良いところしか、買える株がないので、明日以降は取引額がね、減るかもしれないですね。今日が4月の15日金曜日、アメリカの銀行の決算に始まり、国内も業績発表開始。ファーストリテ、ユニクロね、情報修正により日経が一時プラテン。ただ、依然として外部環境に振らされる展開。イーロン・マスクがツイッター社を5.4兆円で買収。一株当たり54ドル2セント。昔は15ドルでしたからね。3倍以上。どうなることやら。ゴールドは8000円を超えて最高値更新であります。今日が4月の14日木曜日、負けました。噛み合わないし、損切り遅いし、まだまだ、下手だわ自分は。想定外のことが起きるし、予想も外すしね。ちなみに画面を負けた時は横の画面にしておきます。今日経と米株、ナスダウ、S&P500 が、日足は逆三尊なんだけれども、週足が三尊天井で、こう、殴り合って、需給を見てますね。どっち行くか分かんない、上か下か。で、どうなるか分からんのは、仮想通貨。ビットコインも同じで、このネックライン、日足レベルのネックラインを超えられるかが課題であります。今日が13日水曜日、金売りの買い戻し相場ですね。日本株、今買いが慎重、企業業績が良くて、前期最高益を達成したとしても、すでに終わった期ですから、今期はウクライナ情勢だとか、上海、香港の
ロックダウンの影響、世界経済の減速を織り込みに来るので強気とは言い難いですね。で、配当金や優待もセリーメイ、まあ、株は5月に売り抜けろの状況下では逆風だと思われます。今日が4月の12日火曜日で、昨日言った通りベアマーケット空売りが有利、世界同時株安、買いで迎え撃つ場合は相当にね銘柄を絞り込まないとダメかなって思います。で、仮想通貨ビットコインに関して24時間で100億のロスカット、24時間で100億円のロスカット、まあ、ロンガーの強制決済額が1億ドルを超えています。強い下落ですね。今日が4月の11日月曜日、外国人投資家が買ってこないよね。いや、むしろ売り越してますよね。だからひたすら下向きの移動平均によって戻り売りで下を掘り進んでますね。まあ、買う材料がなくてたまに空売りの買い戻しで上がるみたいな相場展開。今日は週末4月8日金曜日、この後週明けの日経を占う安川電機の決算、先陣切って情報修正など出していきますよね。で、一方でアメリカの雇用統計が抜群に良いです。新規失業保険申請件数が50年ぶりに低い水準、まあ、経済指標を見てもインフレが高止まりですよね。したがってやはり利上げ加速の動きを市場がどう織り込んでいくか警戒しながら読み解いていきたいですね。今日が4月の7日木曜日、日経一時500円安、米株は3日続落。で、フェド、アメリカの、ね、中央銀行のホームページを見るといかにブレイナード副議長がハト派の金融締め付けを考えているのか一目瞭然であります。50ベーシスポイント 0.5% の利上げとバランスシートの圧縮、まあ、リーマンショックの時がこれですね、200万ミリオンドルだから2兆ドル、つまり200兆円。今はコロナ禍で未曾有の超絶金融緩和により900万ミリオンドル、単位はミリオンドルだから1000兆円、約1000兆円の規模で市場介入しています。これがこの先人知を超えるスピードと大きさで圧縮縮小されていきますから、この前代未聞の金融引き締めに対して世界中の富裕層大金持ちたちが何を考えどう動くのか全てマーケットと対応しながら読み取っていきたいですね。恐ろしく怖いんだけれども非常に楽しみではあります。今日が4月の6日水曜日、日銀の政策と FRB の金融政策が真逆ですよと。FRB、 昨日の FOMC でブレイナード議長の強烈なタカ派発言により
世界同時のリスクオフによる株安で、5月に 0.5 ベーシスポイントの利上げと QT の縮小を今マーケットは織り込んでいる最中であります。 0.5 ベーシスポイント利上げ、 QT の縮小、資産の保有資産の圧縮。今日はね、わずかにプラス。昨日感情で、人は投資において負けると動画内で申し上げたんですが、これはね、人間の心理上の障壁ですね。損失を許諾してしまい、利益を早く確定してしまうバイアス、これをプロスペクト理論、プロスペクト理論、損失を許諾してしまい受け入れ利益を早く確定してしまう、これ罰ですよね。でこれを払拭するために機械的に AI 同様にトレードしなければいけないのです。今日が4月の5日火曜日で、米株、ミーム株がまたバグってますね。レディット関連が再燃し、Twitter などもね、買われております。マザーズ新興市場グロースが記録的な6日続伸。で、負けましたね。小さい値幅や細かいボラティリティね。こう小さい値幅やね、細かいボラを取ろうとすると、取ろうとする、姿勢が間違いですね。これが×。感情を出すと、損失が広がるからハイリスクになってしまう。敗因が損失限定じゃんけんをしなかったからですね。損失限定じゃんけん。損失限定じゃんけん。また明日以降すぐにね、改善、より良い方向に変えていきたいと思います。4月の4日月曜日、為替もね、プライム市場も手控えムード。まだね、欧州とアメリカが日曜日の夜ですからね、連勝とかは数えないようにしてます。カウントしだすと負けちゃうので、あとは勝ちたいという気持ちが邪魔。勝ちたいっていうね、気持ちが邪魔になるので、フラットにね、こう冷静にを心がけております。フラットに冷静にを心がけております。4月の1日ですね。マザーズ新興市場がサネット、ビットコインがアセトラ、アセンディングトライアングル、または、ブルーフラッグ、こう横横でエネルギーを貯めて上抜け、からの、調整、今一時調整で、今短中期で逆三尊形成中ね。であとは、前回述べた通り週足の三尊天井からの強い下落というストーリーで、これが今日の成績ね。3月31日月末、史上再編っすからね。てかこういうのをね、毎日動画にできたら神なんだけどな。俺に果たしてできるのか、課題っすね。そして何と言ってもですね、こう YouTube をですね、更新する上で大事になってくるのが、ね、ここをね、YouTube で
取ろうと思うと、だいたいね、まあこれ1日なんですけど、だいたいこう100万再生ぐらいしてますね。およそね。まあ何分動画とか広告の入れ具合にもよるんですけど、1日で100万再生の労力とのこの天秤で考えると、まあこう将来に対する投資というか実力がね、こちらの方がこう積み上げられますよね。YouTube は YouTube の良さもちろんあるんですけれども、個人的にはこちらの方が、まあ、やっててやっぱり一番楽しいですね。なかなか YouTube 編集もね、時間かかるので、やる機会に恵まれてないんですけれども、まあ、またね、いろんな時事ネタもね、出すと非常に面白いですしね。